はいどうも、今回はですね、和田明子さんに関するニュースでございます。なんか体をずいぶん悪くされてるみたいなんですけども、まずね、前半と後半、ちょっと動画の方を分けて、えー、お話しさせてもらいます。えー、和田明子、左股関節を痛め、かなり悪化、アッコにお任せオープニングを変更ということで、このアッコにお任せっていうね、大人気長寿番組、私はもう最近見ることはなくなったんですけども、どうもオープニングに変更があったみたいですね。まあ、そこに対して和田明子さんは自分の、 体の関節の悪化を原因としているということでございますですのでオープニングはしばらく立ちながらやらせていただきますということでちょっと心配だなと思わせるところがありますマッコさんはね全然平気ですとお酒も飲んでますと番組も明るく楽しくお送りしたいと思いますという形で皆さんを安心させてくださったというさすがアッコさんだなと思うわけなんですけどもハ面ちょっとね気になるニュースがあるんですよそれがこちらですはい気になるニュースっていうのがこちらですね なんとですね、予防接種を3回受けたと和田亜子さん持病悪化により歩行困難あここは先ほどのニュースと被りますよねそしてなんとですね、まあ、右目の視力がほぼ失われてしまって関節リウマチが発症してしまったと毎日うつ病で泣きながら食事しているというふうにも明かしているということなんですよこれが1月16日の記事なんでおとといですねいやこういうふうなね笑顔で 元気にお話してくださってる写真が出てますけどもその実かなり深刻だということですまあ5年齢も5年齢なんでねタレントで歌手の和田アキ子さんが14日パーソナリティを務める日本放送「ゴッド・アフタヌーン」「アッコのいいか減に1000回 <laughs>」に出演した際、えー、体調が悪化していることを明かしたということでございます和田アキ子さんは左関節を以前から痛めていたんですけれどもその後も回復せず歩行困難となり正月にアメリカへ 旅行に出かけた際は電動車椅子を使ったということでねうん、まあ、その他あ別の病気もあり視力がほとんどなくなってしまったと1か月に1回手術を受けなければならないということですねかなり激しい状態ですよねはいそしてね和田彦さん自身が語っていたんですけどもなんか自分でもちょっと毎日憂鬱なんだとまあ薬のために食欲があるんですけどもなんか食べながら泣いてるみたいな どっちかにすりゃいいのに泣きながら食べれるようなと思っていやマジでと話し精神的に肌にまいっていることも明かしているとこれを受け和田明子さんがこれまで、うん、予防接種を3回も接種していることからその不可本能で副反応ですよね病状が悪化しているのではないかというふうな人もいるということですよね、うん、それはね何とも言えませんよね、うん、これはねからね私もねそう思わないでもないんですけどもすぐに人が体調悪くするとそこと結びつけて だから予防接種は悪いんだっていうような論調を強引に持っていく人もいますんで本当はどっちなのかね分かりにくくなっているところですよね、まあ、大希子さんねもう72歳なんですねうんあっこを任せとか言ってますけども私はねなんかね島田紳介さんとやっていた番組「ラブアタック」っていうのをねちょっと思い出しますけどもねええーまあ、一刻も早く元気になっていただきたいかなというところでございますえー、それでは失礼します